モルガヌコドン目は中世代三条期後期からジュラ期中期にかけて生息した最初期の哺乳類の特徴を備えた絶滅動物である。このグループはいずれも尖ネズミほどのサイズであった。またその形態も同様であった。おそらくは高温動物でありまたすでに乳腺を持っていたと考えられている。このグループが原生の哺乳類の異なる点としては 二重関節という得意な構造を備えていたことである。これは、顎の関節が臨場骨破骨関節と方形骨、関節骨関節の二つからなるということを意味する。関節骨と方形骨は、それぞれ土骨と木縫た骨の元となった骨である。臨場骨破骨関節は、後期木の鈍類が獲得した形態であり、旧来の方形骨。 関節骨関節とどちらに比重が置かれているかが、哺乳類と非哺乳類系式のどん類とを分類する指標となっている。このグループは、新たな関節が主体となっていることで哺乳類の側に置かれているが、旧関節も機能しているため、真の哺乳類とは見なされない。歯列は、大小3つの口頭が、漢字の山のように直線で並んだ形態の薄刃が特徴的である。 これは、新三水派目も似た薄刃を持つが、それと比べて、より祖先的な形態を止める。しかし、小球種とは、形態が異なっており、二成馬制への移行も進んでいる。体幹は、頸椎、銅子の回転、よじりが容易な構造となるなど、木のドン類よりも、派生的な形態を見せる。モルガヌコドン目の多くは、 夜行性で昆虫食であったと見られ、日中に活動する捕食者を避けながら、獲物を探していた。なお、初期の哺乳系類とされるキューネオテリウムよりも、本種の方が硬い獲物を食べていた可能性がある。一部の哺乳系類が選択した、夜行性というライフスタイルは、捕食性の恐竜から逃れるためのものとして、彼らの子孫にも受け継がれたと考えられる。当初、 モルガヌコドンメは、三水ハメの規定に置かれ、その祖先群とされていた。その根拠となったのが三つの口頭を持つ、薄葉の形態であるが、これは、鳥ナクソドンなど、木のドン類にも見られるものであり、祖先的な形態を残しているに過ぎないことが、明らかになり、三水ハメから外されている。モルガヌコドンメを、真の哺乳類として分類するべきか、それとも、 哺乳孔の外にあるクレードとみなすべきなのかについては、科学者の間でも未だ論争となっている。哺乳孔に含めない根拠として、よく主張されるのは、モルガヌコドンが自称骨を持たず、代わりに二重関節を持っているという事実である。モルガヌコドン族は一時期、エオゾストロドン族の死のニムとされたが、2004年以降は、再び独立した族とされた。 ヨーロッパからは三条期後期ジュラキ中期にかけて南アフリカ、アリゾナ州、中国ではジュラキ前期の化石が見つかっている。ありがとうございます。